ご視聴ありがとうございます。今回は、1980年代末に、誕生した、あの懐かしい携帯ゲーム機、ゲームボーイについてご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。少年たちの夢、それは、ゲームボーイ。1980年代末の、子供たちは、みんな、ファミコンに夢中だった頃であり、RPG ゲームの、ドラクエ3のブームで熱狂し、そして、ファミコンの後継機である、スーパーファミコンの発売の、噂の中、ワクワクしながらゲームを楽しんでいた時代だったんだ。だけど、この頃の、ほとんどの子供たちは、自分の部屋に、テレビがあったわけではないから、ゲームを、好きな時間に、好きなだけ、楽しむことができたわけではなかったんだ。そう、この頃のゲームというのは、テレビのあるリビングで、親の目を気にしながら遊ぶものだったんだ。そこに登場したのが、テレビの必要のない、自分だけのゲーム機である、あのゲームボーイが登場するんだ。おお、懐かしいですね、ゲームボーイ。そう、1989年に、登場した、このゲーム機が、子供たちの遊び方を一変させることになるんだ。この頃には、すでに、エポック社の、ゲームポケコンなど、様々な携帯ゲーム機が、おもちゃメーカーから、発売はされていたんだけど。でも、任天堂の、ゲームボーイは、今まで発売されたものとは、桁違いに、高性能なスペックと、たくさんの面白いソフトが、揃っていて、子供たちが、誰にも気兼ねすることなく、ゲームで遊ぶことができるようになるという、画期的な商品だったんだ。しかも、値段が、12,500 円という、リーズナブルな、価格設定も嬉しかったよね。そして、この携帯ゲーム機からは、テトリスや、スーパーマリオランド、そして、魔界道士サガなどのゲームタイトルが、次々と発売され、瞬く間に、大ヒット商品になるんだ。確か、ゲームボーイが発売された当時は、品切れ状態が続いてて、手に入れるのに、なかなか苦労しましたよね。そして、ゲームボーイを手に入れた子供たちは、放課後に、公園や、友達の家に集まっては、それぞれに磨いた技で、得点を競ったり、ゲームボーイ同士を、通信ケーブルで繋いで、対戦したりと、夢中で遊んだものだったんだ。しかし、発売から4年目の、1993年頃になると、この携帯ゲーム機も、子供たちを引きつける、ゲームタイトルが減ってゆくことになり、このゲームボーイの熱気も、少しずつ、冷めてゆくことになるんだ。そして、月日が流れ、発売から、7年が経過した1996年頃には、勢いを失い、さすがに、もうゲームボーイの時代は終わった。と、思われていた、そんなこの携帯ゲーム機に、人気が再浮上させることになる、奇跡のような、モンスター級ゲームが登場することになるんだ。もしかして、あのゲームの登場ですか？そう、1996年に、あのポケットモンスターの、赤と、緑が発売されるんだ。このゲームは、発売から、半年経った頃から、その評判が、子供たちに口コミで広がるようになり、やがて、この商品は、社会現象にまでなるという、空前の大ヒット商品になるんだ。ポケットモンスターの大ヒットですね。そして、ゲームボーイは、子供たちの、コミュニケーションツールとして、欠かせないものになっていくんだ。ゲームボーイも、奇跡のような、復活劇ですね。さらに、1998年には、待望の、カラー液晶表示の、ゲームボーイカラーが、発売され、そして、出荷台数は、ついに、5000万台を突破することになり。おお、5000万台、突破。その後も、ゲームボーイの人気は衰えるとこを知らず、発売から約11年目の、2000年6月には、なんと、販売台数が、1億台に達することになるんだ。1億台って、すごすぎますねー。ちなみに、ゲームボーイの、最終出荷台数は、1億1868万台になります。さらに、驚くことに、この携帯ゲーム機の後継機である、ゲームボーイアドバンスの販売台数を、合わせると、なんと、世界中で売れた、この携帯ゲーム機の数は、2億台も、出荷されることになるんだ。すごい、2億台ー。ゲームボーイが発売された、1990年代というのは、次々と、新しいゲーム機が登場した頃であり、この携帯ゲーム機が、10年以上にもわたって、世界中の多くのユーザーから支持され続けたのは、家庭用ゲーム機としては珍しいことだったんだ。この携帯ゲームは、1億台も出荷される間に、新しいゲームボーイが、次々と発売されていて、初代のゲームボーイの誕生した、1989年から、2001年までの間に、全部で、5種類ものシリーズが誕生することになるんだ。今回の動画では、そんな、歴代のゲームボーイたちを、ご紹介させていただきます。ゲームボーイの、14年の歩み。ゲームボーイは、任天堂の、横井軍平さんが率いる、開発第一部から、生み出された商品なんだ。この携帯ゲームの、ルーツといえば、1980年に、発売され、爆発的な大ヒットとなった、ゲームウォッチから始まるんだ。おお、懐かしいですね、ゲームウォッチ。ちなみに、任天堂の、開発第一部が生み出した商品としましては、携帯ゲーム機の、
ゲームウォッチシリーズや、ファミコンゲームの、マリオブラザーズ、レッキングクルー、バルーンファイト、メトロイド、そして、ファミコン探偵クラブなど。さらに、3D ゲーム機の、バーチャルボーイなどがありますよ。でも、このゲームウォッチは、1台につき、1種類のゲームしか遊ぶことができないものだったから。ユーザーが遊べるのは、ROMに書き込まれた、1つのゲームしか、楽しめなかったんだ。そのため、もし、新しいゲームで遊びたければ、ゲームウォッチを、もう1台買う必要があったんだ。そして、そのゲームの誕生から、8年の時を経て、ソフトを取り替えることで、様々なゲームで遊ぶことができる。モノクロのディスプレイを搭載した、マルチカートリッジ方式の、携帯型ゲーム機として、ゲームボーイと名付けられ、1989年に、発売されることになるんだ。おお、記念すべき、初代、ゲームボーイの誕生。1994年、色彩豊かな、ゲームボーイブロスの発売。そして、初代ゲームボーイが発売されてから、5年後に、2代目となる、ゲームボーイが誕生することになり、今では、新型のゲーム機を購入するとき、好きな色の本体を選ぶことは、今でこそ当たり前になっているけど、それも、初めから普通だったわけじゃないんだ。確かに、初代も、ゲームボーイの色は、グレーしかなかったよね。そう、任天堂のゲーム機で、初めて、本体の色を選べるというコンセプトで、登場したのが、1994年に、発売された、ゲームボーイブロスからなんだ。この商品は、コピーライターの、あの糸井重里さんの発案から生まれた商品であり。おお、美味しい生活などの、コピーで有名な、糸井さんですね。実は、任天堂の開発部でも、ゲームボーイの、本体の色を変えるというアイディアは、以前から提案されていたんだ。でも、なかなか、社内で、ゴーサインをもらうことができずに、その企画を、諦めかけていたところに、ゲームボーイを、カラー展開してみたら、面白いんじゃないですかね。という、この糸井さんの、一言から、ゲームボーイの、新しい商品開発が、始まることになるんだ。遡れば、糸井さんと、任天堂の関係は、1989年に、発売された、あの名作 RPG である、マザーの企画から始まっているんだ。このゲームで有名な、キャッチコピーといえば、エンディングまで、泣くんじゃない。という CM が、印象的でしたよね。そして、その続編である、マザー2が完成した、1994年に、ゲームボーイブロスも発売されることになるんだ。そのつながりもあってか、マザー2の CM に起用されていた、スマップの、木村拓哉さんが、ゲームボーイブロスの CM にも、出演していますよ。この商品の CM では、ゲームボーイを買うと、同時に、キムタクとお揃いの、バンダナがもらえるという、キャンペーンが実施されたことで、話題を呼ぶことになるんだ。そのため、この時発売された、6種類あるカラーのうち、木村拓哉さんが、CM でプレイしていた、グリーンが、最も売れたゲームボーイになりました。キムタクの声が、抜群ですね。これ以降、この携帯ゲームからは、カラー展開が始まるようになり、1996年発売の、ゲームボーイポケットでは、発売当初から、色彩豊かな、ゲーム機が次々と、登場することになるんだ。まさに、最近では当たり前になっている、任天堂の、カラフルなゲーム機のラインナップは、この機種がルーツなんですね。1996年、コンパクトで、小さな、ゲームボーイポケットの発売。今度は、胸のポケットに入るくらい小さくしようよ。という、横井文平さんの一言を、きっかけに、小型化して発売されたのが、このゲームボーイポケットなんだ。そして、このゲーム機は、横井さんが、任天堂で開発した、最後の商品となり、任天堂へのお気に上げの、ゲームボーイでもあるんだ。実は、もともと横井さんは、この携帯ゲームを、開発当初から、コンパクトな、ポケットサイズのゲーム機にしたかったんだけど。でも、いろいろな課題があったことから、初代のゲームボーイでは実現できなかったんだ。また、横井さんの、知人が、いや、以前の携帯電話は、大きくてかさばるから、欲しくなかったんですけどね。最近の携帯は、ここまで小さくなりましてね。すごく、コンパクトで、便利そうだったから、つい、買っちゃいましたよ。という会話から、もしかすると、ゲームボーイを、小さくすれば、新しいユーザーが増えるかもしれないな。という、横井さんの思いつきから、このゲームボーイポケットでは、コンパクトで、小さいということを、追求したゲーム機として、作られているんだ。一方、このゲーム機は、小型化と、コスト削減のため、パワーランプと、通信コネクタをなくす予定で、開発が進められていて、最終的には、コストダウンの効果が少ないということから、通信コネクタは、サイズを小さくして、残ることになるんだ。この通信機能が、もし外されていたら、ゲームボーイと、ポケモンの関係は、一体どうなっていたのでしょうね。この逸話は、ポケモン誕生につながる、紙一重の、結構重要な、出来事だったかもしれないね。このゲームボーイポケットは、人気が急上昇していた、ポケモンと、高い相乗効果を生むことになり、大ヒット商品になるんだ。発売のタイミングが悪かった、ついてないゲーム機、ゲームボーイライトの登場。
1998年4月、ゲームボーイシリーズで、初めて、待望のバックライトが搭載された、ゲームボーイライトが発売されたんだ。この商品では、暗闇でもゲームが遊べるようになり、前作の、ゲームボーイポケットよりも、電池の持続時間が長いことが、特徴だったんだ。ところが、この携帯ゲーム機の出荷台数は、伸び悩む結果に終わってしまうんだ。セイモイは、抜群にいい商品なのに、なぜ売れなかったの？その大きな理由としては、半年後に、ゲームボーイカラーの発売が、控えていたからなんだ。あれー、どうしてこの商品は、そんなタイミングの悪い時期に、発売されてしまったの？実は、画面が見やすい、このバックライトを採用した、ゲームボーイというのは、任天堂の開発部でも、早くから試作品が作られていて、でも、電池の寿命や、コストが見合わないということで、製品化できる時期をずっと、待ち続けていたんだ。そして、数年後の、1997年に、ようやく発売できる価格まで、液晶部品を安く仕入れることができるようになり、晴れて、このゲームボーイライトを、商品化できるようになったんだ。シャープさんが、頑張って、コストダウンしたたわものですね。ところが、その発売のタイミングが、別のラインで制作されていた、ゲームボーイカラーの登場と、重なってしまったんだ。あれー。この時、このゲーム機を発売しないという選択肢もあったんだけれども。僕たちが、長年研究して、せっかく製品化できたものですから、ぜひ、発売してほしいです。わかった、わかった。それほど言うのなら、発売してみよう。という、開発者の思いにより、この商品は、日本だけで発売されることになるんだ。この、ゲームボーイライトは、海外では発売されず、出荷台数も少ないことから、ゲームコレクターに、人気の、プレミアム商品となっていますよ。10ヶ月で作ることになった、ゲームボーイカラー。ゲームボーイカラーが発売される、1990年代後半の、携帯ゲーム市場は、96年に発売された、ポケットモンスターが大ヒットしたことにより、大きな盛り上がりを見せることになるんだ。そんな、美味しい市場を、ライバルのゲームメーカーが黙って見ているわけもなく、次々と、他社から、新商品が、発売されるようになるんだ。そして、どうやら、SNK や、バンダイが、新型ゲーム機の開発を、始めているみたいですよ。何？という話を聞きつけた、任天堂は、こうなったら、ライバルを圧倒する、ゲームボーイを作ってやる。と、急遽、発売することになったのが、このゲームボーイカラーなんだ。実は、この携帯ゲーム機を、カラー液晶画面で、製品化するというアイディア自体は、6年前の、1992年の、頃から、すでに考えられていたんだ。でも、その当時は、試作品まで作られていたんだけれども、コスト的なものが見合わず、製品化は見送られていたんだ。しかし、それから5年後の、1997年10月に、シャープから、任天堂さん、実は、以前からご要望のありました、カラー液晶が、お求めやすく提供できるようになりましたよ。という話があり、待望の液晶が、安く仕入れることができるようになったことから、ゲームボーイの、カラー化が実現することになるんだ。驚くことに、この携帯ゲーム機の、開発期間は、なんと、およそ10ヶ月という短期間で、商品化された製品なんだ。時間をかけて製品化する、任天堂では、珍しい、短期間での開発ですね。そう、実は、こんな短い期間で、ゲーム機を制作することができたのは、以前開発していた、試作品でのノウハウが、大きく役に立ったからこそ、短期間で、商品化が実現できたんだよ。それに、ゲームボーイカラーのデザインも、従来以上に、海外のマーケットを意識したものになっていて、新しいカラーのロゴは、アメリカのデザイナーが設計し、本体の色についても、世界中のユーザーに好まれる色として、検討された結果、パープルと、クリアパープルが選ばれたんだ。日本のゲームボーイカラーは、最初から、多色展開されて登場しているんだけれども、海外では、当初、パープル一つに絞られて、発売されていたんだ。後に、登場することになる、ゲームボーイアドバンスや、ゲームキューブでも、同じ、紫系の、バイオレットが採用されていますよ。そして、2000年代になると、任天堂の携帯ゲーム機という伝統は、ゲームボーイから、その後継機種となる、ゲームボーイアドバンスに引き継がれることになるんだ。この最新機種の、ゲームボーイアドバンスシリーズでも、ユーザーの資産でもある、ゲームボーイのソフトは、遊べるように設計されています。この任天堂の携帯ゲーム機は、ゲームの歴史の中でも、最も寿命が長かったマシンの一つであり、ゲームボーイソフトが、最後に発売されたのが、2003年7月のことで、初代ゲームボーイが発売された、1989年から数えると、実に、14年もの間、ユーザーに支持され続けられたんだ。すごい、長寿の、ゲーム機ですね。これは、据え置き家庭用ゲームの中で、最も寿命が長い、SNK の、ネオジオに並ぶものなんだ。さらに、初代ゲームボーイが発売されてから、ゲームボーイアドバンスが、登場するまでの間に、ミリオンセラーのソフトが、生まれていない年は、なんと1991年だけなんだ。
ということは、91年を除けば、12年にわたって毎年、ミリオンセラー作品が出ていたってことですね。ゲームボーイの人気が、本当の意味で、ロングランだったことがわかりますね。このゲームボーイの生みの親である、横井軍平さんは、ゲームボーイは、当初から、いわゆる、静かなブームなんですよ。と述べている通り、この携帯ゲーム機は、1990年代に、性能に優れている、次世代ゲーム機に注目が、集まる中でも、ずっと、一定の売れ行きを維持し続けてきていて、ゲームが、どんどん進化していく時代にあって、持ち歩いてゲームを楽しむという、他のゲーム機とは違う、遊びを提供したことが、このゲームボーイの、一番の、長寿の秘訣だったかもしれないね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。